初この話をいただいた時はどう思ったんですか？まずは野球かとはなりました、うん、僕が体験したことないスポーツで習ったことのないスポーツだったので、まず説得力を持たせるために野球の練習だいぶしないといけないだろうなと思って、うん、ある程度一瞬で覚悟が決まりました。野球の練習より坊主にしなきゃなって思わなかった？僕でもそっちはあまり抵抗がなかったので、坊主って言われてもああはいだったんですけど野球に関してはスキルをつけないとだったの で、 う、 で、ね、うわこれ結構練習しないと大変だなって最初身構えた記憶があります。